こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、急遽動画を撮ってるわけなんですが、先日発表になりましたユニクロの待望の、そして驚きのコラボレーション、ユニクロとマルニのコレクションについてちょっとですね、皆さんにお話をしたいなということで、急遽ですね、今日動画を撮ってそのまま夜にアップをしようというふうに思っています。はい、皆さんもですね、すでにこのニュースは聞いてるかなと思いますし、まあマルニというブランドどんなもんなんだろうというところでちょっとわからないという方もいらっしゃるかなと思うんですね。まあ、僕のチャンネルに関しては結構いろんな方が見ていると思うんですね。ファッション感度としては、まあちょっとおしゃれをこれから楽しみたいという方もいれば、中級者ぐらいの方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあこのマルニというブランドはですね、中級者以降の方であれば聞いたことがあると思うんですね。まあ中には買ったことがあるよという方もいらっしゃると思うので、そういう方にとってはかなり驚きのあるような発表だったかなと思っています。もちろんですね、僕は普段スタイリストとしていろんなお店を回ってるんですね。そうすると店員さんから声をかけられて、大山さん、マルニとユニクロやるらしいですねみたいな話が結構あったりするので、ファッション関連の方にとってはですね、結構このコラボレーションって驚きであって、楽しみにしている方が多いんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、僕自身もマルニというブランドが個人的には好きなんですね。で、早速なんですけども、僕は今日マルニのシャツを着てきたわけなんですね。まあ、そんなにたくさんマルニで買い物してるというわけではないんですが、僕自身もですね、昨年ぐらいからちょこちょことマルニで買い物をするようになりまして、今着てるこちらはまあウール素材のシャツなんですけども、こういったものなんかは結構愛用してまして、動画の中でも何回か着てるので、まあ気づいてる方もいらっしゃるかなと思います。あとはですね、小物で言うとこちらマルニとポーターのコラボレーションのですね、これは、まあ、小銭入れなんですけども、僕にとってはこれもうメインの財布になってまして、この中にカードだとかお札だとか小銭全部入ってるんですね。そんな形でマルニのこのポップな、この小銭入れを僕自身が愛用してるわけで、まあ、割と僕にとっても身近なブランドでもありますし、僕だけではなくて普段のスタイリングでも結構マルニの商品をお客さんにご提案することは少なくないんですね。まあ、マルニのお店というのは、例えば僕は銀座有楽町エリアでスタイリングを行うことが多いんですけども、その中だと阪急有楽町店ですとか、あとは銀座6の中にマルニの店舗があるんですね。まあ、そういったところにですね、実際にお客さんと行ってご提案することもありますし、あとはセレクトショップでも取り扱いがありまして、銀座のバーニーズニューヨーク、僕はよく行くんですけども、あとはさっきまでですね、スタイリングで六本木にいましたが、そこのユナイテッドアローズでもですね、マルニの取り扱いがありました。あとはエディフィスなんかでも長らくやっていたりだとか、あと僕がですね、時々お邪魔しているグジという結構関西で有名なこうイタリア系のさまざまなこうアイテムとかを強みにしているセレクトショップがあるんですが、そのグジさんの中でも結構マルニって長くやってるので、時々見させていただくことがあります。まあ、そんなマルニというブランドはまずどういうブランドなのかというところと、まあ、実際にユニクロの方のホームページで、マルニの商品ですね、コラボレーションアイテムがもうすでに載っていますので、そのあたりを見ながら、大人の男性、まあ、僕自身30代後半なんですが、30代後半から40代前半の男性は、まあ、どれを選べばいいのかというところで事前にレビューができればなと思ってますので、まあ、ぜひ気軽にですね、最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、というわけでね、ここからはちょっとサイトを見ながらいろいろと解説をしていきたいなと思うんですが、まあその前ですね、ちょっとマルニというブランドの僕内のイメージについて皆さんに共有しておいた方が分かりやすいかなと思うんですね。まあサイトを見ればすごく分かりやすいとは思うんですが、マルニというとですね、ちょっとサイトを見てみますね。今僕が見ているのはですね、こちら表示されているかなと思うんですが、エッセンスというですね、これはまあ通販サイトですね。海外のアイテムを日本国内で購入することができるサイトなんですが、僕自身も結構好きで、エッセンスでは結構マルジェラのスニーカーとか様々なものを買っているんですね。まあ国内で買うよりもちょっと安く買えたりすることも多いので、まあ大好きなサイトなんですが、まあこちらでちょっとざっくりと見ていきたいなと思うんですが、まあマルニというと結構ですね、インパクトが強いものも多くて、柄物もあったりだとか、ちょっと綺麗な色合いのものがあったりだとか、割とね、このマルニのイメージというのは本来のユニクロに比べるとちょっとポップな感じかなと思ってます。まあ、ユニクロって結構様々なコラボレーションやってますよね。
例えばユニクロ U だとかプラス J だとか JW アンダーソンとか、まあいろいろやってますが、まあその中でもなんだろう、 JW アンダーソンって結構ポップだと思うんですが、マルニもそれと同じぐらいですね、ポップなイメージがあるブランドかなと思ってますね。まあ写真を見ていただくと分かる通り、ちょっとこうポップでなんか見てて明るい気分になるようなものが多いかなという印象なんですね。まあそういったところもあれば、結構ですね、ベーシックで使いやすそうなものもあったりするんですね。まあ代表的なところで言うと、僕が今着ているこういった、シャツみたいなものですね、ウール素材のシャツなんかは、まあめちゃくちゃいいなと思ってまして、僕は今ネイビーを着ていますが、シーズンによって様々なカラーが出てきて、ちょっとベージュっぽい色合いのものだとか、ブラックもかっこいいですし、シーズンカラーみたいなものもあったりして、個人的にはね、これはもう名作のシャツだと思ってまして、まあ普通のコットンのシャツだと、シワ感みたいなものが出て、そこがですね、味わいだったりして良かったりするんですけども、こういったウールのシャツって、まあ上品な光沢感もありますし、パリッとした、ちょっとスーツの生地っぽさというところが楽しめるので、個人的に大好きなんですね。ただ今日はちょっと暑いですね。ちょっと汗ばみながら今撮影をしていますが、このシャツなんかはオーソドックスで使いやすいものかなと思ってまして、まあ、マルニというブランドの中でも結構二極に分かれるというところです。ポップなものからオーソドックスで使いやすいものまであるよというところをなんとなくイメージしてもらうといいんじゃないかなと思いますね。まあこう見てるだけでも結構魅力的なものが多くて、個人的にも大好きなブランドなんですが、ここを抑えながら、早速ですね、ユニクロとマルニのコラボレーションのモデルを皆さんと一緒に見ていきたいなと思ってるんですね。はい、まずトップページなんですが、これを見るとやっぱり先ほどお伝えした通り、マルニのポップなものを前面に持ってきてるかなという感じがするんですね。なので結構パッと見はインパクト強くて、着こなすのが僕ら世代だと難しいなと思う方もいらっしゃるかもしれないですが、まあまずは全体像を見てみましょうかというところなんですね。まあカテゴリー別に見ていきたいなと思うんですが、まずはジャケットざっくりと見てみると、インパクトが強い色柄のものが多いですね。その中にちょっとこれはオーソドックスで使いやすいかなっていうものも混ざってるという印象ですね。後ほど細かくは見ていきますが、続いてシャツですね。こちらもパッと見だと結構花柄みたいなものだとか、チェック柄のようなものだとか、割とインパクトが強いものが多いかなというイメージですね。T シャツスウェット見ていきましょうか。こちらもですね、色のインパクトありますね。で、ボーダーも結構マルニのイメージとしては強くてですね、まあマルニらしいなっていう感じがします。で、最後ボトムスですね。まあお洋服の中では最後ですね。まあこれもビビッドな色合いだとか、あとはこれはチェック柄なのかな。ちょっとこう手書き風にしてあるようなところとかは、なんかマルニらしいなという感じがしますね。そういったものからちょっとオーソドックスっぽいものもあったりして、先ほど僕がお伝えしたような色柄のポップなものとオーソドックスなライン、両方を見ていただくことができるんじゃないかなと思いますね。で、グッズは靴下が発売になるわけなんですが、これはマルニらしいですね、ボーダーのソックスになってまして、これまた素敵なんじゃないかなとは思っていますね。まあ、こんな形で全体像を把握しながら一個ずつ見ていくとかなり時間がかかってしまうので、僕ら30代40代の男性だったらどのあたりが着やすいかなっていうところをですね、僕視点でお伝えしたいなと思ってるんですが、まずはですね、このビビッドな色柄というのはちょっと中上級者向けというところで、普段からマルニが好きだとか、マルニ好きなんだけどなかなか高くて買えないよなっていう方向けに、こういったビビッドなもの、色柄のものっていうのはあるかなと思うので、ここはですね、僕自身はちょっと僕の力量では着こなす自信がないので、ちょっとスルーをしようかなと思ってまして、このジャンルの中ではこれですね、オーバーサイズユーティリティジャケットセットアップ可能。ちょっとなまりましたね。はい。これはすごくいいんじゃないかなと思っていますね。まあ、ショート丈のブルゾンということで、最近はこういったものって、いろんなブランドからリリースされていますし、まあ、今時期ってなると、もう本当に初夏で、まあ、これからちょっと梅雨に入ったりすると、なんかブルゾンがあってもいいかなと思うんですが、長めのものよりは、ちょっとこう、ショート丈のものが、スッキリとして着やすいかなと思うんですね。まあ、こういったジャケットなんかすごくいいなと思ってまして、色の展開は、3色、ベージュ、オリーブ、あとはブルーですね。ネイビーに比べるとちょっと明るいブルー気味のものかなというところで、個人的にこれが欲しいなと思っているのは、この57オリーブですね。この色合いがなんかね、あのマルニらしいちょっとこうミリタリーっぽい感じというよりはクリーンな感じのオリーブで、なかなか素敵なんじゃないかなと思いますね。
でポケットが大きめについていてアクセントになっているのと、非常にねこのちょっとゆったりめのシルエットになっているところがモード感あるんですけども、マリーの中でもぶっ飛んだやつじゃなくて、大人の男性でもややモード感があってでも使いやすいっていうところで、これは一押しです。僕はこれ欲しいなと思いますね。なかなか良さそうですね。はい、でここでですねちょっと皆さんに見ていただきたいものがあるんですね。ユニクロのサイトもいいんですが、実はですねもう一つ皆さんにチェックしていただきたいサイトがありまして、その前にちょっと忘れ物したので横にずれますね。はい、ちょっとですね持ってきたいものがあったんですが、こちらですね。はい、僕はねあの雑誌、ちょっと話は脱線するんですけども、雑誌って結構いっぱい読むんですけども、その中でも最近もスマホで読んじゃうことが多くて、楽天マガジンっていうものを使ってるんですね。まあ、これに入っておけばいろんな雑誌が読めてしまうので、まあ、完結できるんですね、スマホだけで。なので便利に使っているんですが、まあ、だけどやっぱりこうスマホの画面だけだと物足りなさを感じたりすることもあって、僕のすごく好きな雑誌に関しては一冊だけ定期購読で、実際にですね本を買ってるわけなんですね、まあ、雑誌を。それがね唯一買ってるのがこのウォモっていう雑誌ですね。今月号も昨日かな届いたんですね。昨日か一昨日ぐらいに届きまして、早速見ているんですが、まあ、非常に僕もスタイリストとして活動する中で、まあ、トレンド感あってすごく勉強になるのがウォモなので大好きな雑誌で、必ずチェックしているものなんですが、このウォモがですね、ウェブでもやっていまして、そこをちょっと見ていただきたいんですが、ウェブ版のウォモっていうところでもうね早くもこのユニクロとマルイのコラボレーションの、試着ルポということで実際に着てるものをですね、なんかもうここで見せているんですね。これがね非常に参考になるんですよ。やっぱりこう服って単体で見る状態と実際に着た時って全然イメージが違かったりするものなので、このねあの特集はぜひ皆さんこのウォモのね、URL 貼っときますので見ていただきたいなと思うんですね。ウォモさんちょっとサイトの方見させていただきます。はい、でここでですね実際にこれユニクロさんのね、会社だと思いますね、訪問して見てるんですね。羨ましいっすね。僕も行きたい。ちょうどねあのこれは明後日かな、金曜日にユニクロライブステーションっていうのを僕出演するんですね。そこでユニクロの本社に行きますので、見れないかなとちょっと期待してるんですけどね、また見れたら皆さんにご報告したいなと思うんですが、はい、でここ実際に行ってる様子が見れるんですね。すごい面白いなと思って。ちなみにこのウォモのアートディレクターをされてる藤井村さんですね、失礼しました、何度か噛んでしまいましたが、藤村さんっていう方、すごく素敵な方で、よくね、ウォモの中でも出てくるので、僕も好きで、こういう年の重ね方したいなと思う方が、藤村さんっていう方なんですね。この方が結構なんか、マルニが好きっていう印象があって、まあ、そこの方が実際に着ている様子が、ここで見れるんですね。これが参考になるので、ちょっと見ていきたいなと思うんですね。ここでは、ネイビーのセットアップとか、先ほどのね、パーカーみたいなものを着てるんですね。はい。結構ね、こう見てみると、まあ、スタイリッシュに着こなしてますよね。これはこう、ネイビー、ブルー系のものでチェック柄になってるのかな。そこのセットアップの中に、この蛍光グリーンっぽいね、パーカーを着てるというところで、まあ、雰囲気あるので、こなしてますよね。素敵ですね。うん。これも参考になるので、着るとこんな感じになるんだなっていうところで、皆さん一つ参考にしていただければなと思ってますね。はい。あとね、先ほどの、ちょっとごめんなさいね、飛ばしたいなと思うんですが、アウターですね。タンタケアウターを着てるところをちょっと見ていただきたいなと思うんですが、これだ。はい。これなんですけども、実際に着てる様子、これオリーブ着てますが、なかなかね色合いが素敵ですね。この背中の部分にも大きめのポケットがついてるってところが特徴的なんですね。ちょっと真正面のいい写真がないんですけども、そこが残念なんですが、バックから見てもこんな感じで上品ですし、色合いもなんかオリーブなんですが、やぼったくない上品さのあるオリーブですごくいいなと思いますね。あ、こっちの写真だと横からですね、やっぱりたっぷりめの感じになってますね。左の方は、ブルーを着ていますが、なんか清涼感のあるマリンっぽいブルーで、これまた素敵ですね。内側ボーダーの T シャツを合わせてますが、
このね、僕はオリーブがやっぱりいいなと思ったので、まあ、ここでちょっとね、皆さん参考にしていただければなと思いますね。こんな形で結構最近はユニクロのこのコラボレーションモデルって、まあ、いろんな方が現地に行って試着してる様子みたいなものが雑誌ごとにあったりするんですよね。なのでそういったものを僕は事前にチェックしながら、あ、こんな感じなんだなっていうのをですね、予想してるんですね。ね、いつか呼んでもらいたいなとちょっと思ってたりするんですが、はい、ぜひね、これを参考にしていただきたいんですが、このオリーブカラー、個人的には一押しですね。はい。で、これのね、チェックバージョンっていうのは、まあ、なかなか難しいかなとは思うんですね。で、先ほどテーラードジャケットを着てらっしゃいましたが、ブルーのチェックもありますが、個人的には、こっちですね、テーラードジャケットの、これまた、2色の展開でオリーブとブルーがあるんですね。その中でなんかやっぱオリーブがいいな。なんか、うん、マルニのイメージの中で結構オリーブっていうのもあって、このシャツ、ウールのシャツも確かオリーブあったと思うんですが、色合いやっぱりすごく上品で好きなんですよね。ブランドによってこのブランドっぽいオリーブだよねとか、このブランドらしいネイビーだよねっていうのがあったりするんですが、まさにね、象徴的なカラーで品があって、すごく個人的にはこのセットアップのオリーブもいいかなと思ってますね。はい、ぜひこれも皆さんチェックしておいてください。はい、続いてシャツコーナーなんですが、まあ、いろいろありますが、もう個人的にはこれはね、一択ですね。オーバーサイズオープンカラーシャツですね。これはマルニらしいシャツですね。もう僕はマルニといったらシャツのイメージがあるんですけども、このね、ちょっと、オーバーサイズ気味のオープンカラーシャツ、まさにこれからの時期は間違いないですね。ユニクロの定番のオープンカラーシャツもすごく良くて、毎シーズン同じようなものが出ていますね。で、すでにもう店頭に並んでいて、そのベージュも良かったんで、今度アップしたいなとは思うんですが、まあなんか定番なので、ちょっとこう新鮮さみたいなところはちょっと欠けるところがあって、今のトレンド感のあるような、ワイドフィットっていうところで、これはめちゃくちゃいい。シンプルマルニを、まさに体現しているようなもので、色はネイビーとベージュというところで、これはどっちかな、どっちもいいですよね。個人的にはどっちも良くて、ネイビーの中でも少し明るみがあって、ステッチがこうブルーになってるっていう、これも可愛いっすよね。いいですね。ちょっとワイドめのホワイトデニムとかと合わせたいなって感じです。で、内側はボーダーの T シャツでっていうところですかね。そしてこのベージュもいいですね。なんかね、こう濁りのないライトベージュで品があるってとこね、これもいいです。これ下手したら2色買いしたいかなっていうぐらいいいですね。はい、これはね、皆さん激推しです。これ着てるところありましたっけ、ちょっと見てみましょうか。なんか最初の方にあったような気もしたんですよね、ももさんで。ちょっと遡りましょうか。あ、これ藤村さんがブルー着てますね。まさにこのね、ちょっとボーダー、後ほど出てきますが、ボーダーの T シャツの上にブルーのこのね、オープンカラーシャツ、ちょっとやっぱワイドめで袖も長めっていうところでいいっすね。これはいいっすよ、絶対買うと思います。はい、いいですね。うん、これ着てますよね。このブルーのこのグラデーションで着こなしている写真、まあおしゃれですね。なんか藤村さんという方は何歳なのか分かんないですが、こういった白髪のね、大人の男性でもこういったもの、結構ビビッドなものって逆にこう若い世代よりも、大人の世代の方が似合ったりすることもあるので、着ていただきたいですよね。うん、このオープンカラーシャツめっちゃいいですね。色合いもちょっとこう品があっていいので、めちゃくちゃおすすめです。ひょっとしたら今回の中で一押しはこれかな。ナンバーワンはこのオーバーサイズオープンカラーシャツ、色は両方いいっていうところでチェックをしていただきたいなと思います。はい、続いて T シャツスウェットジャンルで言うと、このね、あのビビッドなあのイエローといいますか、うん、なんていう表記なのかな、オリーブになってるんですね。なんかイエローとオリーブのコンビみたいなところで、まあビビッドですね。僕の力量じゃちょっと使いこなせないかもしれないですね。ちょっとね、色合い綺麗なんですけどね、うん、1枚で着るよりは重ね着のパーツとしては良さそうな気はしますが、まあ、こちらよりも個人的にはこの、ボーダー着たいなと思いますね。ちょっと今ボーダー欲しくて、いろいろと検討している段階なんですね。
で、ユニクロの、オリジナルでも今週オーバーサイズのボーダー T シャツが発売予定で、ちょっとお店行ったんですけどまだ置いてなくて見れなかったんですが、あれはすごい良さそうです。あれは絶対買おうと思うんですが、ちょっとなんか単調っていうわけじゃないですけど、ベーシックなボーダーで、もうちょっとなんだろうな、変化球的なあのボーダーが欲しいなと思ってまして、これはちょっと近くで見ると、太いラインとか細いラインが、まあこう混在しているような、少しこうなんだろうな、エッジの効いたストライプじゃない、ボーダーになってるんですね。で、襟元にこうブルーの、切り替えというか、まあ、ここの襟元がブルーになっているというところで、まあアクセントとしても素敵かなと思っていまして、これはね、欲しいです。なんかボーダーの T シャツって僕の中では、あんまり1枚で着るイメージはなくて、そうするとこう子供っぽく見えちゃうというか、なかなか僕ら世代では難しいっていう印象なんですね。なので、まあ、先ほどの藤村さんですね、ここ噛みますね、すいません、藤村さんの着こなしでもこの上に、オーバーサイズの半袖シャツを着てましたね。あんな感じの重ね着が素敵かなと思うので、上にシャツ着たりだとか、あとはなんかジャケットを上に重ねるのもいいかなと思うので、重ね着のパーツとして着たいですね。で、色はやっぱブルー系がいいんじゃないですか。で、裏はもう大胆にこうやってね、ボーダーがちょっとさらに大きくなってるってとこで、まあちょっと1枚で着るには僕勇気がいるなと思うので、インナーとして着たいなと思ってるので、これもちょっとね、着てみたいなというふうに思ってますね。ちょっと先ほどのページ見てみましょうか。はい。こんな感じで、ちょっと拡大できるのかな。うん。素敵ですよね。このブルー系のシャツと一緒に合わせて、グラデーション作って、まあ、パンツもね、これかっこいいけど、僕だったらもうシンプルに黒とか白で合わせちゃいますかね。そこはなんか、ここまで攻めちゃうと、もう上級者の着こなしで、やっぱり雰囲気のある方とか、ね、そういったセンスのいい方じゃないとなかなか着こなせないので、僕はもう黒、白で合わせたいなと思うんですが、とっても上半身の感じは、参考になるんじゃないかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思ってます。はい。まあ、T シャツ、スウェットはこんな感じでしょうかね。あとボトムスは、ハーフパンツ、ショートパンツ的なものはなかなか難しいかな。僕ら世代だとなかなか難しいってところがあって、そこに色柄が強いと、まあ、ちょっと使いこなすのがさらに難しいので、パスというところですかね。で、セットアップのこちらのボトムスですかね。オリーブとパンツがあって、ワイドフィットのタックパンツというところで、まあ、どれくらいワイドなのかにもよりますけども、良さそうだったら買いたいなとは思っていますが、まあなんかマストというところよりは着てみて判断というところですかね。まあなんか後ろはこうゴムになっていてイージー仕様なので、まあ着心地も良さそうですね。まあ、生地の質感もいいし、ボタンなんかもね、このサイドから見ると丸にっていう感じで、ボタンにね、なんだろう、これは刻印されてるのかな、ちょっと掘った感じになってるのかな、まあ、凝ったみたいになっちゃってあれですけども、いい感じのね仕上がりで、こういったディティールなんかも服を楽しむ上では大事なので、すごく素敵なんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、ボトムスはやっぱりインパクトがありますね。先ほど言ったようにポップな丸二感があって、これはこれで上級者の方はいいかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思ってます。で、最後、ソックスはね、もう鉄板ですね。まあ、色の合わせ方としては、左よりも右のちょっとこう、色としては落ち着いたものがいいかなと思ってまして、右側の、こっちのね、まあ、秋冬にも使えそうな感じの色合いと、まあ、ちょっとボーダーの幅が広いと、ややむずいかなとは思うので、右側がおすすめですかね。こっちは、個人的にちょっと何枚か欲しいぐらいね、すごく素敵かなと思うので、要チェックかなと思ってますね。はい。こんな感じでしょうかね。はい。ということで、今回はユニクロとマルニのコラボレーションのアイテムをですね、ちょっといろいろと横断しながら、実際のこうマルニはどんなものやってるのかっていうところで、ちょっとポップなものと大人の男性でも使えそうな、割と無地系のやつもやってるってとこで、その全体的な世界観を、なんだろう、ユニクロとマルニのコラボレーションの中でも、ギュッとまとめているっていうのが、僕の中での感想なんですね。で、ポップなものは上級者向けというところでお楽しみいただいて、僕ら大人世代で、
初級者から中級者の方であれば、僕がお伝えしたような、このオーバーサイズユーティリティジャケットだとか、テーラードジャケットだとか、あとは一押しはオーバーサイズのオープンカラーシャツですね。このあたりだとか、あとはボーダーの T シャツとかね、このあたりをチェックしていただくといいんじゃないかなと思うので、続きは実際に購入してレビューをしたいなと思っておりますが、混むのかな、並ぶのかな、ちょっと怖いっすね。5月の末だと思うんですけども、僕も楽しみにしてますので、ぜひ皆さんもチェックしてください。そしてコメント欄ではぜひ皆さんね、どれが欲しいと思ったのかどしどし書き込んでいただきたいなと思います。皆さんのね、好きなものとかも僕も知っておきたいなと思うので、ご意見いただければなと思っています。こんな感じでこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けてメンズファッションの基本についてどんどんお答えしたりだとかお伝えしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。